で両端を持って引っ張る。これは悪い食べ物だね。バターを乗っけて。皆さんこんにちは、料理家の木島隆太です。さあもういよいよお正月間近ですね。今日はですね、お雑煮と磯辺焼き作りたいと思います。もうどっちもね、俺にとってはすごい定番なんだけど、もう家庭によってお餅の食べ方ってかなり違うと思うので、もしよかったらこんな食べ方もあるよっていう感じで見てもらえればと思います。でもさ、人んちのお雑煮ってなんか妙に美味しいと思うんですよね。俺磯辺巻きもね、バター入れちゃうんですよ。これかなり凶悪な味になると思いますけれども、ぜひ皆さん最後までお付き合いください。さあまずお雑煮の材料です。お餅、まあ、食べたいだけ。鶏の細切れ、鶏のもも肉を1センチから2センチ角ぐらいに切ったやつです。あのね、関東地方だとね、年末年始これ売ってるんだよね、割とお雑煮用とか言って。で、あとかまぼこは赤いかまぼこ、そして、まあ、お好みで三つ葉をちょっとっていう感じです。さあまずは餅から焼いていきましょう。今日は雑煮用に1人分でまあ1個、それとあとで磯辺焼きにするのに、はい、このまま焼いていきます。お雑煮の汁を作っていきます。まずね、小鍋にね、だしを温めてます。でこのだしは今日はカツオと昆布で取っただしなんだけど、まあ顆粒だしの方は顆粒だしでもいいです。ただしっかりね、昆布とカツオからだし取ると美味しいよね、やっぱね。温まったところに調味料を入れていきましょう。まずお醤油大さじ1、今日もね、関東風の僕が子供の頃から食べてる味です。でみりんが大さじ1/2、そしてお塩が少々、これ後で味整えるのでちょっと少なめに、今もうほんと少々です。指2本でつまんだぐらい。お雑煮は各家の味がありますからね。鶏の細切れを入れます。でここでまず鶏に火を通しましょう。では鶏を煮ている間に、こっちはかまぼこを切ろうかな。かまぼこも板についてるやつね。これを端っこをちょっと切り落とす、はい、でここから5ミリ厚さぐらいの2枚ぐらい作っておいてください。これ縦に切り目を入れてからこっちを切った方が切りやすいです。こうした方がまっすぐ切れます。こう切ってからこういう風に切ろうとすると結構ね、包丁がぐらつくんです。でまっすぐなかなか切れないので、切り目を入れてから下の部分を切り落とすっていう感じで、この端っこのところは不格好なので食べちゃう。これはつまみ食いすると。かまぼこの飾り切りをします。一番簡単な結びってやつです。まず上下に切り目を入れます。上側ピッ、下側ピッ、こんな感じになってますよ。で真ん中にもう一本切り目入れます。こんな感じ。片側のこのビロンを下から入れる。下から真ん中の穴に通す。もう片側のビロンは上から通す。で両端をキュッと引っ張る。こうすると結びという形の飾り切りになります。もう一個やるよ、はい、上切る、下切る、真ん中に切り目穴を開ける、片側を下から入れる、もう片側を上から通す。で両端を持って引っ張る。さああと三つ葉、根元を落とす。4、5センチ長さに切る。上の方は葉っぱの形が残るようにね、こんな感じで切る。鶏を入れてもう3分ぐらい煮てんのかな。もう鶏にもほぼほぼ火が通ってる感じです。これでアクが出てたらアク引いてください。味見をして、普通のお吸い物よりちょっと味濃いめの方が餅に合うと思うので、ここで少しだけ味を整えます。うん、いいね、バッチリ。さあでは餅が焼けたようなので1個取り出します。お餅をこんな感じで入れておきます。鶏肉が煮えたところにかまぼこを入れてちょっとだけ温める。三つ葉もさっと温める。はい、もうこれで火を止めちゃって、ここにかけていきます。やっぱすごいね、もう匂いだけどお正月気分って出るんだね。はい、これでお雑煮ができました。磯辺の方も行きます。まず、こういうバットでもお皿でも何でもいいんだけど、ここにお砂糖とお醤油入れて合わせておきます。ここに
焼けたお餅をお砂糖と醤油にこう絡めていきます。ちょっともう砂糖がジャリっていうぐらい甘いのが好きなんだよね、俺ここに関しては。いいね、だんだん絡んできましたね。いいですね、絡めるというかもう吸い込ませるって感じ。ちょっと品がないぐらい吸っちゃってる方が俺はこれ好きです。はい、いいですね、こんな感じ。さあそしたら、海苔、この半分でいいね。焼き海苔の上にこの今のデロンデロンになったお餅を乗っけて、さらにここにこれは悪い食べ物だね、バターを乗っけて、これでサンドして出来上がりです。いただきます。お雑煮餅の焼けた香ばしい匂いとだし汁の香りが合体すると、この雑煮以外では出ない匂いになるんですよ。俺これ40年間食べ続けてる味なので、一気にね1月1日になるの、もうこの香りだけで。なんだろう、子供の頃たまにお雑煮って好きじゃなかったんだけど、全然美味しくなるんだこれ。鶏の油がね、ちょっととこの染み出した感じがね、いやうまい、美味しいです。ちょっと塩入れすぎたかも、もうちょっと皆さん塩控えめでもいいかもしれないです。だこれを懐かしい味だと思うのは俺だけなんだよな、俺だけっていうか、まあ東京周辺の味で育った人だけですよね。でも逆に今年の正月は俺も九州風の雑煮の味とかさ、関西のお雑煮とかやってみるのもいいかもしれないね。コスプレ感覚で変身願望みたいな。さあ続きまして、この磯辺の方行きます。雑煮より子供の頃はこっちの方が好きだった。バターすげえ、口の中にはバターが破裂しました。いやでもね、うまいよ、この甘辛さにさ、バターの油ってさ、うん、禁断の味って感じ。またバターと海苔っていうのも相性いいじゃない、これうまい。ただね、分かったことが1個あって、餅と食レポの相性最悪っていう。口の中餅いると全然喋れないし、今もまだ口の中に餅が挟まってるんですよ、歯の間に。ぜひ餅は静かに食べましょう。というわけで、このお雑煮もね、お雑煮やっぱいいよね。お雑煮と、磯辺焼き、バター磯辺焼き、おすすめです。ぜひ皆さんも作ってみてください。チャンネル登録、いいね、お待ちしております。お願いします。あとコメントも、リクエストも書いてくれればなんかやりますんで、ぜひコメントもよろしくお願いします。というわけで、また。よろしくお願いします。